福井ユナイテッド FC のコーチや選手を招いたサッカー教室がこのほど開かれ、参加した子どもたちが元気いっぱいコートを駆け回りました。青葉ふれあいドームで開かれたサッカー教室には、若狭地域の小学1年生から3年生までのおよそ30人が参加しました。この日はサッカーの J リーグ参入を目指し活動している福井ユナイテッド FC のコーチや、小浜市出身の川端光選手など3人が子どもたちの指導に当たりました。子どもたちはまず1人1個ずつボールを持ち、ボールの大きさや感触を確かめた後、ドリブルやキックといったサッカーの基本を練習しました。この後、学年ごとに分かれてミニゲームが行われ、子どもたちはゴールを目指し必死にボールを追いかけていました。ディエース、マークつかない、マークつくな、マークついたらどこが開く、どこが開く、そこが開くな、そこが開くな、そこついたらどこが開く、そう、それを同時にできたら一番いい。いろいろなことが学べて勉強になったし、また、福井ユナイテッドとまたサッカーをしたいです。福井ユナイテッドの人たちとボールを触れて楽しかったです。サッカー選手になりたいです。なんか緊張して、それに女の子もあまりいなかったからちょっと恥ずかしかったけど、やってみたらどんどん楽しくなってきました。この教室はサッカーを通して子どもたちの健全な育成を図ろうと、若狭西ライオンズクラブが福井ユナイテッド株式会社と共催し初めて開きました。青少年育成という活動がございまして、その一環でやったんですけども、来年また機会があればまた声かけて、サッカー教室もまたやりたいなとは思っております。小さい子どもが元気な声をで聞くと、もう元気もらって若返りました。およそ70分の練習メニューを行った子どもたちは、みんなで楽しみながらボールを蹴り、元気いっぱいコートを駆け回っていました。